ぜひ皆さんの協力をいただきまして私が考えている日本の若者の意識改革をですね一緒にやっていただければなというふうに思っておりますので以下の説明を読んでいただきまして賛同いただけましたら協力をいただきたいと思います。 C. G. S. をご覧の皆様、こんにちは、神谷宗平です。本日も縄文、ホツマツサイの旅、お送りしていきたいと思います。講師は、ホツマツサイ研究家の伊藤京さんです。よろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。お願いします。ま前回第1回で。はい、はい。まあ、このホツマツサイというものがですね、どうやって世に出たのか、ということで、まあ、松本先生の紹介をしていただいたり。はい、まあ、伊藤京さんと、まあ、ホツマツサイの、こう。 なんですかね、出会ったきっかけみたいな話を聞いたんですけれども、はい、まあ最後の方に聞いたのが、まあ、じゃあこの「ホッツマツタイ」で何が書いてあるんですかということを質問しましたら、はいえー、古代の日本の成り立ちが書いてあるんだということで、はい、まあ話が終わったので、はい、今日はですね,ですね、はい、少しそのどういった内容で日本の、まあ、ど,ういったどういった日本の成り立ちがですね、はいはい、書かれているのかということについて、まあ、解説を少しし、ね、お願いしたいいたと思います。はわ、いはい、かりました。 えー、ちょっとですね細かい位置なんですけれども、はい、これがあのホツマツサイにあります経図なんですね。はい、はい、私もしましょうか。はい、えー、これ,は,これはまあ見えないでしょうけど見えなにはね画面がちょっとわからないと思うんですけども、はい、実は、まあ、カメラマンがいかに寄ってもちょっと難しいの。ねはい、<laughs> そうですね。はい、はい、このこれほどの詳しい経図がホツマツサイでわかるわけですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、そしてこの まず国の成り立ちというのはですね、どこから始まりますかというとですね、国とこたちという方がこの国を作られたということがわかります。はいうん、で、国とこたちというのはですね、漢字で書くと国に常に立つという方でございまして、はい、この方は実は、えー、おそらくですが紀元前5000年ぐらいに日本に実在した人であるということがわかりました。そして。うんはい この国と子たちの時代というのはどういう時代かというとですね縄文時代のおそらく中期になると思うんですが先日 NHK で昨年ですかねあの縄文時代の、はいえー、遺跡として三内丸山遺跡というものが取り上げられたわけですね。うんはい、でこの「三内丸山遺跡」をですね NHK が取り上げるにあたってですね、はいえー、非常に慎重に、はいえー、世界の遺跡からずっと巡って 最終的に三内丸山遺跡に到達したわけですけれどもその時になぜ NHK がそれを取り上げようとしたかというとですね世界の学者がですね縄文時代に非常に関心を持っていると日のねことですねはい言って取り上げてましてなぜその日本の縄文時代がですね関心を持たれるかというと約1万年にわたって平和な時代が続いたということをですねあの NHK も表現したかったんですね、はい、それで三内丸山遺跡を取り上げました、うん、この三内丸山遺跡というのはですね紀元前3500年ぐらいの遺跡でございます、はいうん、そしてそれはもう今もどんどん発掘してますけども、うん、広大なですね青森の土地に、えー、素晴らしい建物がたくさん建てられているわけですね、うん、でその中に えー、栗の木で建てられた大きな御、うんえー、神殿、はい、そのようなものも見つかっています、うんうん、そしてまた、えー、間口50メートルもあるようなですね大きな集会場のような家が何頭も発見されている、はい、ということがわかりましてそれを見ますとこれはホツマツ祭の記述とかなり一致するなということがわかりました、はい、どういうことかと言いますと、うん、まず、えー、栗の木でですね、はい 栗の大木で作られているということはですね、うん、何かというと縄文時代の中期の食べ物は主食は木の実なんですね、はい、栗の特に栗の木それから栗実、うん、そういったものが主食でございました、はい、で、栗と子たちはですね国を開くにあたって、うん、当時森とか、えー、洞窟に住んでた人々をですね、はい、そこを切り開いて平地にしてそしてそこに多くの人々を呼んで で国の木をです、ね、実は栽培しししてで集団生活をしようとしたというととたい形跡がわかそれでそれによって国と子たちはです、ね、この国を、えー、もっとあの平地を開くことによってたくさんの人々が平和に暮らせるようにしようとお考えになって、うん、その遺跡を作ったんだということがわかりまして、うんうん、これはまさに、えー、ホッツマスサイの技術と一致するということがわかりました。はいうん で山内丸山遺跡行くとわかりますけども栗の木というのはですね、えー、実はあの人工栽培して品種改良されているとわかるんですねへ、うんえー、そうなんですかはい、はい、で今の栗の木っていうのはね本当に背が低くて取りやすいようになってますけど、はいはい、昔はすごい巨木ああですねで確かにあの栗の木があんなに大きくなるって聞かれても、はい、ちょっと僕も言いましたけども、はい、信じられない感じでしたそうですね、はいえー、あの本当に大きいんですね、うん、でそれをどん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 あの、えー 取りやすくしたののが今のえ国の木だと思いましてでまあ当時はその国の木を何本も植えてですね主食にしたわけですね。にしたそういったことがまあ,にはか書いてある、ね、えと国の実が主食であるということが、はい、書いてあるですねあんそれと、まあ、三内丸山遺跡の遺跡が一致するということですね。そしてこの国と子たちが紀元前5,000年ぐらいに始めた、はいえー、中で、うん、そう。 お子様が生まれてくるわけですね、はい、それが八人の子供、はい、という子供でございまして一、はいえー、人の一文字の名前なんですね絵のみこと、ひのみこと、たのみこと、めのみこと,と、うん、えひためとうほかみというですね、はい、お子さんが生まれます、はい、で、この絵ひためとうかみの八人の子供が今のですね、うん、八王子という地名の言われになってるんですね 八の八人の王子という。東京にね八王子ありますもね。はいはい。でこの八王子からがですね日本全国に草木の種を持って行くわけですね。で一部の方は中国にも行ってるんですね。で中国に行ってある国を開いたということも分かってました。でそんなことがですね。 紀元前ので、ね、5,000年から3,500年にかけてあったということが分かります。 まあそんなね日本から行って中国に国を開いたなんていうとですね、はい、まあ中国の歴史がもうぶっ飛んできますす <laughs> <laughs> そうででねもねそれこそ私もこの番組では言ってなかったかなそれこそあの遺跡を調べていくとですね、はい、あの古代のそ土器なんかは米のおこげなんかがついててそうなるともう中国とかで発見されてる土器よりも日本で発見されてるものがずいぶん古いと。はい、で弥生時代に米が伝わったって言ってるけどもそ,、ね、その前から出てきた土器に米のおこげらしきもついてるじゃない、はい かととそうなんです。なると、いや、そのね、中国大陸から米が伝わってきたっていうこと自体も。うんはい、本当にどうなのと、いう,そうです、ね、クエスチョンが参考ぐらいつくと、いうお話。はいはい、あ、これは根津さんとの歴史の内容でだったかもしれませんね。<あ>はい。はい。あの、もうですから、お米がですね、いかに古いかっていうのは。うん、あの、もうどん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 、あの、研究されてわかってきてます。よね。はい、で、発つまでわかることはもう縦横門時代の。えー。 中期から後期にかけてもお米があのできたということが分かっておりますね、うんはいで。特に縄文時代の後期になりますとどうかというとですね、うん、日本列島が実は汽水域という、はいえー、全部ですねあの海水が入ってきて、うん、真水と交わって汽水域という沼地がたくさん現れるわけですね。はいうん、でそそののの沼地ににでですすね実は足が大量に入るわけ頃方 この国の指導者という方はですね、イザナミイザナミという方で、まあ古事記日本主義だと神様になったわけですけども、このイザナミザナミがですね、みんなの戦闘を切って、その足を一本ずぬいて水田を作ってたということがわかります。まあね、足原のって言いますもんね。あ、そうですね。足原の中津国中津国と言いますから、だからまさしくその足が大量に生い茂ってたセットであったということも。 ここが書かれて,、ね、れてるわけですね。はいはあ、ということは、えー、とそういうのは結局あれですかその国こたちの御事っていうのは、はいえー、そもそもの,その皇室今のいうところ皇室の先祖にあたられる方っていう理解でよりいいんですかね嫡妬、はいはいね、においても。はい、ですからあの天皇陛下がですね、はい、あのいつも天照総御神のことをいつもねお、えー、思いになっていらっしゃる。はいで もしかしたらあのご子孫かもしれないというお言葉も発している中の一つとして、うんはい、その天照大神というのはのお子様なんですね、はい、でそのイザナミイザナミ様のさらに、えー、前の、はいえー、この国を開いた方が国と子たちということで、はい、イザナミイザナミ様は7代目の、うん、いわゆる古代の天皇である、はい、ということになります。はい、なるほど まあ、といういことで、一番最初に見せていただいた形図がこの本に「ほつまつ」を読んでいくと、はい、出来上がっていくということで,で、ね、まあそれが、はい、まあ我々が日本で一番まあ古代の書物といわれてる「古事記」なんかとも成功がとれる部分も出てくるしまたちょっと違う部分もあるということなんですよね。ですから一応公式的には日本最古の書物は「古事記」「日本書紀」だと「鬼」だというふうに言われてまして、はい、私この間あの三重県の 松市に行って 元長記念館吉田館長と話をしてきたんですけど「古事記」でも書いた元居宣長もやっぱり日本最古の書物は「古事記」であるという解釈だったので自分もその解釈を取りますということでそれ以前のものに関しては一応なかったことということという理解ですとおっしゃっていましたけれどもまあ私なんかはそこで別に反論というか議論したわけじゃなくてでも古事記がそもそもそれ以前にあったものをまとめて書きますと整理しますというふうなところで始まっているので。 その前にありましたよねっていう、はい、ところが私は個人的にね思っていてその前の書物の一つがこの本尊の伝えではないかと、はい といううよなこでまあ次回ですね「骨盤伝え」今日はどういったことが書かれてるかっていう概略をお聞きしましたけれどもこれね前回も少しお話ししましたけど難しいのが「押して文字」という非常に特殊な現代のあれからするとですね特殊な文字が書かれているので少しそれがどういった文字なのかっていうのことも次回少しお話しだいて具体的な内容を徐々にひもといていきたいとい思ってますので次回もよろしくお願いします。